これは俺が10歳の頃の出来事。俺はまさき。俺は自慢ではないが勉強がかなりできて、当時テストは全部ほぼ100点。都道府県単位で順位が出るテストで、いつも一桁台だったし、教師の父に厳しく言われていたので、提出物も授業態度も問題なしで、小学生になってそれまではほぼオール5の成績を維持していた。ところが、1学期の終わりに成績表が配られたのだが、渡された時の衝撃は今でも忘れられない。え、全部 3？ テストも授業態度も提出物も完璧だったのに、渡された成績表の評価が全て3になっていた。え、なんで？まさきマジで？なんで？まさき俺より頭いいじゃん。小学生だったから、勉強ができるやつイコール天才だった友達たち。毎回100点を取り、宿題もちゃんとやっている俺は、やばいくらいに天才と認識していたほどだ。成績表の見せ合いなどもしてたので、友達もおかしいと言ってくれたのだが、俺は頭が真っ白になってしまった。友達が騒いでいたのを聞いてか、担任の先生がやってきた。ショックでしょ？そのショックが大事なの。と笑顔で言われた。その言葉に俺も友達もびっくりした。この担任は新しい学年になってからの担任だったので、友達が口々に、先生、まさきは天才なんだよ。そうそう、今まで全部5だったのにいきなり3になってておかしいよ。テストも毎回100点だったじゃん。全部3だから足したら俺の方が成績良くなっちゃってるよ。俺もその時頭が真っ白でパニックだったから、ただどうしてですかみたいなことしか担任に聞けなかった。だけど担任は、はーってため息をついた後、そこを考えなさい、だからダメなの、という返答をされた。早く帰りなさいね、という担任の背中を呆然と見送るしかできずに、しばらくしてみっともなく大声で泣いてしまった。まさき悪くないよ、先生がおかしいって。そうだよ、まさきが天才なのはみんな知ってるから泣くなよ、と散々友達に慰められ泣きながら帰った。俺は親に怒られるのが怖いからとか泣いてたんじゃなくて、ただただショックだったんだ。だからダメって言葉が担任に自分を全否定されたようで、それがものすごく悲しかった。おかえりってどうしたの？泣きながら帰宅した俺に母は驚いたが、成績表をすぐに見せると母は目の色を変えて怒り出した。ちょっとどういうことなの？テストとかかなり良かったのに学校生活で何かしたの？当時の俺は母が成績の悪い俺に怒っているのかと思い、わけがわからないまま大泣き。そりゃテストとかが完璧に近い成績でオール3なんだから、授業態度があまりにもおかしいか担任がおかしいかの2択だと、その時母は思ったと言っていた。その後、俺が帰ってきてからしばらくして父が仕事から帰ってきたが、まさきどうした？号泣している俺を見てびっくり。そして母から俺の号泣の理由を聞くと、落ち着けるか、ココア飲むか。とりあえず俺を落ち着かせて話せるようにした後、怒ることなく、手を挙げて積極的に授業に参加したか、授業は静かに聞いたか、など一つずつ確認。もちろん俺は、した、としか言いようがない。授業態度はわからないけど、担任からのコメント欄にはいいことしか書いてないし、いきなり全教科均一に下がるのはおかしい。それに理解度、提出物の項目にまで B がついてる。確かに宿題ちゃんとやってたし、テストもほぼ100点で理解度がないっておかしいわよね。ああ、それにここまでいきなり成績が下がったら、少なくともうちの高校じゃ担当の先生でみんなで職員会議者だな。さすがに生活とかで何かあったとしか思えないし。俺は全然気づかずに、何が悪かったんだろうとアイスココアを飲みながらグスグスしていた。後で話を聞いたところ、両親はこの時点でなんか変じゃねという雰囲気になっていたそう。まさきが悪いってわけじゃなさそうでよかった。さっきは怒ってごめんね。明日お父さんが先生に確認するからって。うん、とりあえずご飯食べるか。今日はなんだろうな。今日は生姜焼きよ。なあ、とりあえずご飯食べよう。うん。とりあえず悲しかったが、両親が分かってくれたことがかなり嬉しかった。
そして翌日、夏休みに入ったばかり。先生いるのかな？なんて俺は思っていたが、父が電話したら担任がいたらしく、電話越しに話し始めていた。お世話になっております、まさきの父ですが、成績表のことでお話を伺いたく、と話し始めたのだが、途中で呼気を持って車にこもった時点で変だなぁとは思ってた。そしてしばらくして車から出てきた父は顔が真っ赤。うわ、お父さんめっちゃ怒ってる。お父さんどうしたの？やっぱり俺なんか捨てた？いや、まさき、お前は何も悪くない。そう言うと父が先ほどの電話の内容を教えてくれた。はじめのうちは提出物が、学校生活がとか担任が言っていたらしいのだが、俺は父には宿題の内容とか学校で何をしたのかとか話せるだけ話していた。父が息子から聞いていた話と違うと説明しつつ、話しているうちに、まさきくんはあまりにもいい子ちゃんすぎて、今のうちに挫折しておかないとダメな子になってしまうんですよ。だからあえてひどい成績をつけました。ショックを受けていたでしょ。人間的に成長できたと思います。何が悪かったのか考えさせてください。で、今でも理解できない理由だった。後に父が言うには、担任が悪気もなく何が悪かったのかと言ったところでブチギレたらしい。そして俺に説明してくれた後、そのまま教頭だの校長だのに連絡したようで、次の日父と俺は学校に呼び出され、校長室に案内された。初めて入った校長室にちょっとドキドキしながら入ると、校長と教頭、そして担任がいた。担任は泣き晴らした顔で部屋に入ってくるなり俺を睨んできた。児童を睨むのはやめなさい。怯えた俺をかばいながら、父は地底から出てきたような声で担任に注意をした。この度はまさきくんに大変失礼なことを、とただの児童の俺に校長と教頭が頭を下げてきたのがある意味びっくりした。そして父と校長たちが話し合いを始め、俺は特に口出しはしてないが、ちょこちょこ状況確認が入った。話し合いの最中、担任が、いやそれは違うんです、まさきくんのために、なんて言って、最終的には当時の俺でも引くくらいにヒステリックになっていたが、校長たちが抑えていた。そして話を聞いて一番驚いたのは、俺の成績があれだったことに対して、友人たちの親を含めて他の生徒の親から、まさきさんがオール3だったそうだが、子供は不思議がっている、どういう基準でつけているのだろうか、と連絡が数本入っていたらしい。後から知ったのだけど、友人や担任とのやり取りを見てたクラスメイトたちが、天才と言われていた俺があんな成績になったのがおかしいと思って、それぞれの親に疑問を熱弁してくれたらしい。なあ、まさきの成績オール3だったんだよ。テストも100点しか取らないし、宿題もちゃんと出してるし、変なことしてないのになんでだったんだろう。ふざけたりしてたんじゃないの？してないしてない。先生がそのショックが大事なのって言ってたけど、どういうこと？まさき泣いてたよ。俺も悔しい。何それ、ちょっとおかしいわよね。俺と担任のやりとりを見てた友達の兄弟が中学受験を目指してたらしく、っていうことがあったんだけど、うちのお兄ちゃんがそんな成績つけられたら受験できなくなっちゃうわ。まさきくんは真面目にやってるんでしょ？なんかおかしいわ。学校がそういう成績のつけ方を認めているとしたら、中学受験を目指している子供が損をしてしまう。うちの子の成績が正しいかどうかも確認しないといけないな。クラスメイトではない中学受験組の他の家庭にまで話が行き、そんな理不尽採点をされたら将来に響いてしまうと不安が募った結果、学校に連絡が多数来る事態に。改めて調査をしますのでお願いいたします。違うんですよ。だってだってずっと成績が良かったら将来絶対おかしくなる。子供のうちに分からせないと。最後の最後に担任が大泣きでわめき、話し合いが終了した。俺が言うのもなんだが、あの担任は先生に向いてないな。そして最終的に学校からは謝罪。後日調べたら、結果、俺の担任が単独で俺の成績をオール3にした。先生内で回してチェックする仕組みにはなってたんだけど、ハンコを押すだけの流れ作業になっていた、など教えられて、再発防止に努めるそうだ。
またうちの担任がつけた成績の見直しをした結果、実際の成績よりも高かったり低かったりする生徒が俺以外にも数人いたらしい。顔がいいから全体的に成績をよくつけられてるやつや、俺と同じように微妙に成績を下げられている内気な女子など、俺みたいに問答無用でオール3にされるようなクラスメイトはいなかったため、そんなもんかという感じで疑問にすら思わなかったらしい。これは結構問題になり、当時の俺たちはあんまり分かっていなかったが、先生たちは謝罪や成績の見直し対応に追われ、地獄の夏休みと化していたらしい。そして夏休み明けには担任が変わって、俺の成績もしっかりと評価された。その後父に聞いたところ、意外と全国でこういったことがあるらしい。しっかりと勉強や学校生活を送っている児童や生徒がこういった不当な評価をされるのが、やっぱり俺個人は嫌だな。俺が校長とかになったら、そういったことはなくせるようにしたいよ。そして父は現在校長になって、全国の校長や教育機関と連携して、そうした不正をなくそうと努力している。学校において、先生の決定が絶対という環境は良くないということを、今でも俺に話してくれるような、かっこいい父さんだ。そして、かつて天才と呼ばれた俺は、教師にはならなかったが、子供と関わる仕事をしている。今では天才の面影は全くないが、楽しく暮らしている。お待たせ。あ、先生が遅刻していいんですか？うるせえ。かつて俺のことを天才と呼んだ男が、ようやく研修医になったということで、今日はお祝いの飲み会です。ご視聴ありがとうございました。また見てね。